山口県立大学では6月5日に水無月祭が催されました。水無月祭とは毎年6月に行われる山口県立大学の学園祭の一つです。その様子をご紹介します。当日は晴天に恵まれました。午前の体育の部では各学科1年約300名が参加しました。学科ごとにオリジナル T シャツを作り、祭りに彩りを添えます。学園盛り上がってきますか。まず最初に敗者組の大将にお話を伺います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ズバリ先ほどの敗因は、ちょっと腰が引けたところですね。水無月祭は昭和52年6月から始まった県立大学の伝統行事です。中でも女子騎馬戦は短期大学時代から現代まで受け継がれているメインイベントです。水無月祭は夏の山口市宮野地区の風物詩となっています。文化総合はできて以来これが初優勝です。優勝のご感想をお願いします。すごく嬉しかったですと、学科が一つになれた気がしました。みんなが力を合わせて頑張った結果がこれだと思います。本当に嬉しいです。歴史を覆しました。午後の文化の部は夜までサークルによる模擬展や活動披露が主な内容となっています。始まりやすいぞ。こちらは何を売っているお店ですか。揚げアイスです。揚げアイスどんな感じですか。アイスはですね、パンにアイスを挟んで揚げてみたいな感じです。美味しいんで買ってください。まずこのゴミステーションは何をするところでしょう。学園祭で出たゴミを私たちが、分別を指導して、なんか、出たゴミを自然化しようという活動です。今とっても人手が不足しているので、皆さんよかったら一緒に活動してください。午後の文化の部では今話題の書道パフォーマンスや男装女装コンテストなどのイベントがありました。ここにこんな美男美女が集まってくれました。皆さん見てください。団長です。かわいい。執事
なるほど。マジかわいいな。はい、自分で何か言ってまーす。はい、じゃあ、どうやってみた感想をどうぞ。前半の体育の部といい、後半の文化の部といい、やっぱりみんな一致団結してやるところっていうのは短い期間で準備しましたけど、それがよくにじみ出たような感じの祭りだったと思います。ありがとうございます。委員長として大変だったことはありますか？みんなを一つにまとめることはやっぱり連絡とかをするのも大変でしたし、町自体1年生も含まれていて、その分未熟な部分が多く出たので、やっぱりそこのフォローという部分を2年生3年生にやってもらいながら、みんなを一つにまとめるというのは難しかったです。今年の水無月祭も大いに盛り上がりました。来年もご期待ください。